雇いはやま今夜のゲストは山口大学理学部学部長でいらっしゃいます山中明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてあの理学部長でもいらっしゃるわけですけれども、はい、ご自身の主なその専門分野というのは何になるんですか。はい、えー、っと専門分野は昆虫生理学です。昆虫生理学。はい。はい、まあいわゆるまあ体内の、うんえー、仕組みを調べる昆虫の中での体内の仕組みを調べるということです。うん、特にホルモンやってます。 ホルモン、はい、昆虫から、はい、なるほどじゃこの後ゆっくりお話を伺いたいと思います,、はい、いますよろしくお願いします <laughs> さてあの山中先生は先ほどその昆虫生理学とおっしゃいました何やら昆虫のホルモンということなんですが <laughs> あの昆虫にももたくさんありますよね、はい、でそ,その中で何か蝶蝶や蝶 蝶々のホルモン調べるんですか蝶々のホルモンつっても基本的には昆虫人間もそうですけど一般的にいろんなアドレナリンだとかんとかいろんなホルモンありますよね。それと同じで昆虫全体が持ってるホルモンっていうのがあるわけねみんなが持ってる基本的に。でその中で腸に特異的なのかどうかはまだわからないんですけれどもまあ あるホルモンがあって、うんえー、サナギの色を変えたり、うんえー、羽の蝶々の今度成虫の羽の色を変えたりするホルモンっていうのがあると。うん、あのよく同じような形をしているけど、例えば蝶々の羽の色が少し変わっていたりとか、そうですね、あれは別のものではなくて、その今おっしゃった作用というかう、はい、なんですか？そうですね。でそれがどのように、うん、まあ。 ある蝶々がいて黒っぽいのがいてその後ある時の季節に赤っぽくなると例えばまあオレンジっぽくなるというような蝶々がいたとした時にじゃあそれはまあ体の中で何かがまあホルモンなんですけどそれが出てて出てるとオレンジ色になる出ないと黒っぽい蝶々になるとでそれはじゃあどのようにコントロールされてるか。 そうすると環境に帰着してきてじゃあその越冬してきてどうなるんですかえっと越冬してきて、うん、えっと普通そのまま黒い蝶が出てくる、はい、でその親が卵を今度産んで、うん、で夏に向かっていく、うん、でそうすると今度ホルモンが出てさなぎになる直前ですけど、うん、ホルモンが出て。 すると、今度羽の色がオレンジっぽくなると。ですから、越冬したタイプは黒。で、次の世代で、で、浮かしてきたやつはオレンジ色になると。で、その時のホルモンの分泌機構っていうのを調べる、はいはい。あの大変素人でよくあれなんですけれども。<laughs> そのホルモンを調べることによって。先生、特にそれは何に、何かにこう、例えば。生かすという,う部分においてはどうなんでしょうか。 えっと基本的に季節に応じて例えば成虫であれば羽の色を変えているタイプっていうのは要するに周りと擬態したり周りに隠れると相手から欺けるともしくはえと夏暑くなった時にえと暑いじゃないですか暑くなるっていうかその時には黒いと当然もっと暑くなってしまうだからそれを薄める要するにあの反射させるために黄色っぽくすると。 要すするにに自分の体内を一定したいといととうこともありますですから擬態っていうのもあるし、はい、体の中の,、うん、あの普通我々37度ですけど、うん、あ,のある一定,一定とは言えないんですけれども変温、うん、動物なんで、うんまあ、その中で心地よくするために、うん、あのそういう医療をかけてるという仕組みを持ってそれがホルモンが、うんえー、関与していると。うん まあ要は自分の身を守るという意味でも、そうですね。その作用っていうのは大きいんですよね。はい、で今まあ成虫の羽の色ってことを言いましたけど、うんはい、サナギでも起こっていて、サナギも色が変わるんですか、はい。変わりますね。特に皆さんのご存知のモンシロチョウも色変わりますし、なアゲハチョウも色変わります。そうなんですか。でそのな<ー>ホルモンも、うん、まああるよこういうことはあるよっていうのは分かってたんですけれども、うん、じゃあ実際にじゃあそのホルモンを、うん あのどうやってどあの見つけるのっていった時に、うん、まあ蛹、えーまあ、になる直前の虫を縛って縛って <laughs> 糸で縛って、はい、でその腹部に、まあ、抽出液その神経からそのホルモンを抽出してそれを打ち込んでやるとるそうすると色が変わればそ,れはそのホルモンあるよねとか、はい、まあそれであるってことは分かった。なるほどねでももそれを世界的にもまあ古くから チャレンジはしてきて古い論文まあドイツまあ1800年代の論文からあるんですけれどもまあじある程度性質っていうかはあの分かってきたのはまあここは私たちの研究室のグループがまあやってきて二つあるってことサナギの色をえコントロールするのは二つホルモンがあるってことは分かるただまだ構造とかは一切決められてなくてまだまだ今から研究の余地がたくさんあると。 いうことなんですね、はい、すいません先生そもそもその腸のそういったことを研究にしようって思われた最初のきっかけって何だったんですか,かこれはもう単純であのボスからあのいわゆる上の,あの私が就職した時の先生がこれちょっとやってみないかっていうところから始まった。私自身はもう全然 あの山口大学に来てから町長を始め蝶<え>々の研究を始めたあそうなんですか、はい、じゃあもう例えばだご自身の大学時代とかそういう時には別の研究をなさってた全く関係ないことをやってました学生時代は微生物や学部時代は微生物もともと植物がやりたかったほう、はい、で植物生理学をやりたいんで大学院の修士課程では植、うん、小麦を扱った小麦小麦,小麦はい 春巻小麦と冬巻き小麦がなぜ越冬能力が違うんだろうというようなところで遺伝子関係の仕事にちょっとやってそのあと某会社の繊維事業部とすごい有名な皆さんがご存知のそこでは繊維そうですね繊維を研究しなさいそれも女性のニーズに合った糸を開発しなさいとすごい ものやって、はいはい、でもやっぱり高分子化学なので、うん、まあ嫌いではないんですけれども、うん、やっぱりちょっと生きてるっていう感じ感覚がもちろんなかったのでなるほどであの行後に部長さんに、うんあの「速攻に泳いでる桜台ダイを実験材料としてやりたいんだけど」とかそこまでもうちょっと申し出て「行 <laughs> 後ならいいよ」って言われて、はいでまあ、少し研究されてちょこっとやってたんですけど。はい、やっぱし 生き物がいいかなっていうことでたあ、まあ、その辺りからその大学の先生になろうと、はい、その時はモテなかったですね、ま、全然とりあえずそれでドクターコースにもう一回入り直して学び直してでその時は寄生バチえー、なんかたくさんでそこで昆虫と出会ったあなるほどでその寄生バチのウイルスの研究をしてた、うんうん、らひょんなことで山口大学に採用していただきまして。うんえー でそこでちょうどちょうどになりました。はい、実際今どうですかその出会いは。あやっぱり良かった、ね。楽しいですか。楽しいですね。<laughs> あ,あのやはりまあマイナーな世界ではあるので非常に研究としては非常にやりにくい材料なので、うん、まあそこをあえてやるという意味ではあの世界的に見てもサナギの色をやっている研究サの色とかを研究してるのは。 おそらくもう二つか三つしかないああ、貴重なんですね。最近、うんうん、中国がちょっとやりだしてね、ね、えー、中国の方が、うん、日本では、うん、うちと東大だけですね。なるほどね。でも実際に学校大学で学生に教えてらっしゃるのは、まあ、授業では、うん、あの先ほど言った昆虫生理学と動物生理学ということで、はい、やはりあの、うん 体内の、はいえー、代謝とかそういうところをメインに、ねうん、教,え教えています。はい、で先生の研究室にはやはりその蝶に魅了された学生がいらっしゃるわけですね。蝶 <laughs> に魅了されたのかな <laughs> と思うんですけど、<laughs> うん、まあ生き物大きなものが好きな。うん、あの目で見てわかる、うんうん、反応がわかりますよね。今サナギの色が変わる、うんうん、蝶の羽の色が変わるっていうふうになると、うん、マクロなところの視点で、えー、見れるというのが好きな。 うん、学生さんが来てくれます。うん、ご自身であの教えてらしてというか一度一緒になさっててどうですか今の学生。元気でいいいいですよ。あ,あのややんちゃやんちゃな方が <laughs> あの外に出てっていろいろ捕まえてきて俺これやりたい私これやりたいって言ってくれるんでも <laughs>、ね、うするとあの幅が。 こっちが考えてなかったものが広がってくるのでそれは非常に助かってます。やってみようかってところから始まりますのでそうすると本人が興味持っているので持ってそれがやっぱ一番大事かなやらされるよりは「あ俺これやってみたいからやるんだよしやってみ何やったらいいですか」って「俺も知らん」っつってかテーマ見つかるんじゃないっつってある意味で「超放人ですけれどもまあそこから 割と面白いデータは出てきてるので。ね、はい。こんなことが起こるんですけど。それは楽しいですね。あじゃあ、もう学生が見つけたことも一緒に楽しんでらっしゃる感じでしょうかね。そ,そうですね。うん、やっぱそれがないと研究面白くないので。先生、すごく楽しそうにお話しされてるんだ。<laughs> ですみません。ありがとうございます。じゃ、まあ、ちょっとここで結局挟みたいんですけれども。はい、今日持っていただき、来ていただいたのが中島みゆきさんのホームにいてということなんですけれども。はい、これは先生。 何かかがある曲なんですかいやあの私自身東京でほとんど育ってたんで田舎っていうか、うん、そういうものふるさと、うん、どこなんだろう東京だしなっていうのがあってあ<ー>それであの大学で北海道に行ったので、うん、あなるほど東京もふるさとだっていうところから、うんまあ、まあなるほどねでなかなか帰れないと親と本当に今もう、うん この年になってみると何回あっただろうか大学に出てからも何回あったかなと思うとこの曲がまた別な形で楽しく思い浮かべるんじゃなくて少しちょっとなんて言うんでしょうね悲哀じゃないですけど少しね会いたいなみたいなところもあったりするんでしょうね若い時と今とまた違っていいかなと思いいたします。 はいえー、中島みゆきで「えー、ホームにて」いやもう先生この腸の研究っていうのはなんかうど,うなどうなんだろうってお目にかかるまでは思ってたんですけども、ね、今少しお話を伺ってなるほどと思ったんですが先生のことですから <laughs> 腸だけでは終わってないような <laughs> それはいかがですか きっかけとしてはドクターコース、うん、あの博士課程の時に寄生蜂というのをやってたので、はい、えちっちゃな蜂なんですけど、はい、えと蝶々にも、うん、あ蝶々の幼虫にもサナギにもですけど、はい、まあ寄生する寄生蜂っていう蜂はいますので寄生すするんですかやはりあの野外からあの研究のために蝶々を拾って取ってくるわけですけど、うん、そうすると。 その中から出てくるやつが、まあ、うじゃうじゃと出てきますので、気持ち悪いっていうのが。<laughs> あ,あんなあんだ細い長女から。えっと、幼虫だったら、まあ、例えば、小指の、うん。はい、そっから、うん。みたいなところから。うじゃうじゃと。出てくると、百匹ぐらい。出てきます <laughs> そ。そうなんですか。で、まあ、種にもよって。多期生と短期生つって、百ぐらい出るやつもいれば、一匹しか出てこない。っていうのもある。うんあはい、で。はい、例えば。アゲハチョウであれば、うん、サナギの時に。 サナギから出てくるやつがいるんですけど、うんはい、それは幼虫の時に蜂が寄生するんですね、うんはい、卵を産みつける、はい、幼虫のそうすると2,3個卵を産んでるんですけどうん、うん、サナギになって出てくるのは1匹しか出てこないんです蜂がで中で寄生バチの卵が同時に一応発生するんでしょうけど、うんうん、生育のいいやつがその中で悪いやつをっちゃ食い殺すわけですね、まあ ほんで最終的には1匹しか出てこないまあそういうような要するにまあ寄生しながら生きていくやつがいましてでそれの研究もちょっとやるかなということでここ数年学生さんがそれこそこっちの方が興味があるというのでじゃあやってみようか新たな出ということでやってまあ解剖したらそれはもう気持ち悪いですよね体の中にそういううじゃうじゃしたものがいますので。 まあその中の中研究も今進めてて、うんうん、でもそんなにたくさんいて一、まあ、つぐらいいじゃないですか、うん、それでもそこから蝶々はなそれはもう死んでしまいますので蝶々は時代は、うんうん。ただやっぱり蝶という生き物を見ていく上で、うん、やはりどのようにいろんな外敵からとか、うん、まあそういうものを免れる場合もあれば、うん、まあそのなんてうんですかね生活の中での生き様 うん、まあそれに関与するものなら何でもじゃあ研究したろうかという今状況に今入ってますいやそれはあのそうですね大学のよ,、うん、よさ医、ね、学部のそういう意味での良さっていうのは、うん、そのこれしかやっちゃダメではなくて、うんまあ、面白いことがあったら。うんうんうん どんどんチャレンジしていけばいいっていうのは理学部のやっぱりモットーだろうと思います私自身農学系にいたのでそこから理学に移ってきてそういう意味では理学部っていうのはあ面白いところだな規制がないある意味でそこのところはやはりなんだろう学問っていう目の見方としては一番学びやすいし自分でやってきやすい。 うんものだろうと思います。あの今理系に行く学生さんで、まあ例えば生物だり、まあ別に物理でも何でもいいんですけど、だったら理学部はおすすめです。いやでも本当に今言ったけ理学部にもたくさんの研究があると思うんですよね。そうですね。もう幅広いですよね。そうですね。個性が本当にあの個性があると思います。あの。 物理の方である宇宙やってる方もいればマテリアル物をやってるし科学では合成もあるし光触媒とかいろいろやられてることもある生物も私生物なので宣伝しますと本当にモレキュラ要するに遺伝子のレベルから DNA とかあるからもう本当生態学までもう。 そ揃えてるので、うん、こんなにあの、うん、多岐にわたって、はい、いろんなことが入ってからチョイスできる、うんうん、これは一番いいいと思いますねだから決めて入るんじゃなくて入らなくてもよくて、ええ、入学してからさまざまな研究をよく見てよく聞いて<う>これだって思ったところにと思います、ね、行けますもんね。 それは理学部は、どの分野でも許されるので、うんうんうん。なるほどね。そこがいいかなと。うん、でちなみに先生でも、そういうところで学んでるから。その方向に進まなければいかないなんて、時々思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども。そうじゃなくて。そ<う>別の世界に進んだとしても。うん、それは行きますよね。進むべきじゃないかなと思いますよ。はうん、うん、どこで。どこで,そで、ね、その人の特性って、か、うん、開花するかはわからないので。うんうん、やはり、あの。うん 大学で4年で例えばうちの研究室もいたんですけど魚やりたいまあそうねだけどじゃあ本当にやりたいんだったらそういうところに行けばいいということで多大学行ったりもする学生もいます。だかいろんな道がまた開けてきて研究の道だけでなくても別の仕事を始めたとしてもその努力というか研究心っていうのは生かされますもんね。絶対 もぜひじゃ山口大学理学部、おすすめですね。で、あの先生も、こう研究の話ばっかり伺ってましたけれども。はい、お話を伺って、かると、もういろんなことに興味を持って。進んでいらしたみたいで。そうですね。まあ、さっきのね、一般の会社にも入りになってるし。研究テーマも変えてますし、ね。テーマも変わってるし。はい、どうやら、何かもっとありそうな気がしたなと思っていたら。<laughs> 先生いい声してらっしゃるんですね。いやどうも失礼ます。<laughs> 実はなんかね映画にも出られて、ことがある。はいはいえー、映画映画にも出ました。はい、コマーシャルにも出ました。コマーシャルにも出た。<laughs> どんなコマーシャルだったんですか。えー、東芝の冷蔵庫の、うん、あらえー、コマーシャルに出ました。<laughs> えー、じゃあ私たち絶対見てますよね。えー、あのサザエさんのえー、それ見てる。<laughs> 合間にやってましたし、それはもう明日から行きたくないな学校にっていうあの時に見てるわけですね。<laughs> 私たちは。<laughs> なるほど。それもやはりご自身で選ばれた。そうですね。うう小学校四年の時に、うん、うんあ、劇団に入ってみようかな<お>と。もうそれが活かされてることもたくさんあるでしょ。そうですね。うん、やはりあの、まあ小さいながらに社会に入りましたので、あ。 お金を稼ぐこととかか時間っていうんですか、うん、あそういうのはなかなか厳しさがあるなっていうのは、うん、<laughs> ちっちゃい頃にはそういう世界なんだと思いましたね。えっとまあそういうところに入ってたので、うん、まあテレビとかに映りたいとかっていうんではなくて、うん、舞台とか台ああいうものがいいなあって何あ<ー>なぜか思ってて。 なんですね、はい、あでもなんだかこう一本この道だけっていうのも素敵だけど <laughs> でもいろんなことを経験して今があるっていうのは素敵ですねやはり、うん、そのいろいろやはり若いうちにいろんなことができるまあそういう環境に、まあ、東京ってところはその当時は非常によかったと思うのでそれでいろいろ。 学んだものは多かったと思います、まあ、ま,だますますそれを生かしていらっしゃると思うんですけれども、うん、もうそろそろ時間なんですねたくさんお話を伺ってありがとうございますじゃあ最後の曲は <laughs>、はい、やはりこの曲はそういうことなんだなと思うんですがタイトルコールをいただいてもよろしいでしょうか、はい、えー、っとオペラ座の怪人から、えー、っと Think of me、はい、ありがとうございます